ランス・スティーブンソン・ジュニアは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市出身のバスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード。シンシナティ大学で2年プレーした後、NBA ドラフト2010年に2巡目全体40位指名で、インディアナ・ペイサーズに指名された。3シーズン目の2012から13シーズンに、故障がちだったダニー・グレンジャーに代わりスターターとして、定着し、 2013から14シーズンは成績を伸ばし、ペイサーズのイースタンカンファレンス最多勝利に貢献した。しかし、プレイオフのカンファレンスファイナルでは、持ち前の闘争心が空回りし、チームの団結力を乱す要因にもなってしまい、ペイサーズは3年連続でマイアミヒートに行く手を阻まれた。その年、FA になり、ペイサーズから5年4400万ドルの契約を、 提示されたが、契約期間に柔軟性がないことが特にネックになりこれを拒否。2014年7月18日、シャーロット・ホーネッツとの3年2700万ドルでの契約を発表した。しかし、新天地に馴染めず、2015年6月16日にロサンゼルス・クリッパーズに放出され、クリッパーズでも馴染めず、翌年2月18日にメンフィス・グリーズリーズに、 放出された。その後、2016年9月14日に1年122万ドルでニューオーリンズペリカンズと契約し、開幕ロースターに残ったが、股関節を負傷し、11月6日に解雇された。2017年に入り、スティーブンソンはクリーブランドキャバリアーズのワークアウトにも参加したが、2月7日、 ミネソタティンバー・ウルブズはザックラ・ビーンが右膝を負傷し、シーズン残り全試合の欠場が決定したのを受け、スティーブンソンと10日間契約を結んだ。しかし、14日のクリーブランド・キャバリアーズ戦で、左足首を負傷するなどコンディションが整わず、2度目の契約は見送られた。2017年3月29日、フルス・インディアナ・ペイサーズと3連戦200万ドルの 契約を結び、ペイサーズに電撃復帰を果たした。ありがとうございます。